えー、モンティーホール問題っていうのがあるんですね。で、こう三枚カードあります。で、この中の1枚が当たりです。はい、一枚が当たりね。で、えー、つまりどういうことかっていうと、それで1枚引いたときにハズレを2枚のうち1枚を開けてくれるっていうことなんですね。で、その後に、えー、最初に選んだ1枚をチェンジできると。 でチェンジした方が確率が高いかしない方がいいかという,う問題なんですが私が聞いたのはでこういうことですね当たりが1枚あって、えー、2枚のうちの1枚を開けてくれる外れのうちの。でこれでいくとですね、まあ、当たりの確率最初はですね33.33%、あのー、33ですよね。はいで あのこれを1枚開けた時点でどうなるかっていうことが焦点だと思いますで私はその2枚の 1, 1枚になるわけだからあこれは50%ですよねで。だけども最初にこの3枚を引いた1枚を取るんだからってことは50%から33.33 33の 確率で割ったものが、このまえー、モンティーホール問題の確率なんではないだろうかということに思いつき思いましたね。だから1.15。1 15 15 15倍になるんだよと。とあ何がなるんだよ。とかチェンジした場合ね。つまり最初にこの？この一番左のこのカードを選んだとしますよね。 で次にこの2枚のうちの1枚を開けてくれるわけですねあの知ってるからね回答あの相手はねそれであの開けてくれてで見てくれてまたこの今度残った2枚のうちを取り替えるかどうかっつってねこれ今「あたり」って書いてからこれが「当たり」で分かっちゃってますけどこれを選んだんだったら外れる確率になっちゃうんだけど。 その時に、まあ、変えた方がいいか悪いかっていうことなんですよね。確率的にどっちが高いか。で、私は変えた方が高いと。このように思ったのは、この最初のところに戻りますよね。三十三から五十パーになって、最初は三十三しかなかった。ね、で、今度は。ハーフになった。ハーフになったから一緒じゃないかっていう、言うんだけども。 33で選んだ一つっていうのは確率がものすごくあの低いわけですからそうすると変えることによって得られる確率のおお当たる率の、まあ、成長率成長率じゃないねあのうんあの増えた確率っていうのは1.50から33を割った数じゃないのって単純に考えたんですね。 はい、皆さんはどううでしょうそういう私の考え方に対して、えー、皆さんはどういうふうになりますかね。雨が痛くなっちゃったということで、えー、話は終わりますね。33.33、はい、33から50%に変わるんだけれどもその50%の時の変えた方がいいか悪いか。 でこれを2倍って言った天才がいましたねうん、2>, 2倍はないと思う私はじゃあ2倍と1倍の間33の間だからということを3分の1の間だからということを考えたんですねはい。それでいいんじゃないかなと思うんですけどどうでしょうか皆さん10倍はないよね1倍でもないよね いや倍かなって考えたんだけど1.515151っていう数字になりましてここから割ると私は1.515151を推奨しますけどはい皆さんどうでしょうどうも。